いやあ、せつなケースだよ。武器に願いよ。あ、じゃあ。よいしょ。21日、20を超えて21日ですよ、皆さん。楽しいとは思いませんか。なんのこっちゃやねやね。この辺はもう、セルフサービスにしとこう。で、これで4000切ったわけです。魔王がぽっくり行く日も近いですね。ぽっくり行く日も。今日はまあ結構作ってやるんで大丈夫でしょうって日です。なんだったかな、フリーズブレードだったな。フリーズブレードが売れるって言った日だったわ。雷鳴拳。行って、あ、ちゃうな。フリーズブレード一本にしようかな。なぜかってクレームがあるからです。バスタードソードじゃで、ナイトソードでもって、ここにもうお客の目につきやすいところにクレームをさ堂々と置くんですよ。クレームはなんか形違うな。これロングソード、バスタードソードがなんか大きいんだろうなっていうイメージで、ちょっとこれツカって言うんだったかな、ツカの部分がちょっと広いよね。で、それがナイトソードになったらまた形が変わってナイトっぽくなったんかな。わからんけど、クレイモはなんかこの部分、この下にもいる部分がついとる、かっこいいな。そのかっこよさを視聴者さんじゃないわ、お客様はどう見るかですな。強いんやげんな、高いけど。侍来た。クレイモア？バスタードソードっすか。いいっすね。で、ロングソード定番的に売れるわけです。ロングソードを数打って、利益にしてもいいんやけど、クレイモアあってもまだ反応せんお客様っておるんやな。そういう人はナイトソード来ました。ナイトソードは最近、あ、来た！クレイモア来た。なんかすごい、ナルトに出てきそうな人が買っていったんやけど。もうクレームは売れてしまったわ。もう一本作るべきだったかな。もう一本作れたら本当にもう一本売れたかもしれんのやな。ちょっともったいない気がする。ここで回数をちょっと置いてみる。これもちょっと昨日売れたんよな。ロングソード。いつも通り。わお。そこさっきクレームがあっただけにクレームはまだ売れたみたいな感じだったけど、クレームは一本しか持てないけどこれ。ロングソードと。これもは2、3本作っておいてもよかったんやな。あそこんなにあさり売れたんで、多分2人目来とったかもしれんのよな。もったいな。クレイモアわっしょいできそうだったもんな。クレイモアわっしょいできそうだったのに。フリーズブレード。というわけで、まあ、これからは残念ながら、いつも通りの売り方になっていってしまうわけです。バスタードソードか。まあお客も十分来るけんね。これでも稼いぎょるっちゃ稼いぎょるんですけどね。もうちょっと俺はどんどん欲張っていきたいわけですよ。武器屋ですよ。お金を目的にしてるんですよ。そりゃ売り上げが多い方がいいでしょう。火炎草なんかさっきからちょっと売れよらん。この武器は剣をメインに売ってますからね。槍はほとんど売らないと考えてください。てか俺が剣、槍あんま好きじゃないだけやけど。ちょっとした差別ですけどね。より緑、緑。よいしょ。さて今日も終わる。今日3万超えとると思うけど4万いかんかな。クレイモア売れたんですよ、クレイモアを。クレイモア一本売れただけで調子乗んないわけだな。どっちかって言うたら、それぐらいの感覚で折った方が。フリーズブレード。ここ何やったっけな。ナイトソード枠か。火炎草、ほんとちょっとずつ売れよるか。で、なんかフリーズブレードよりも雷鳴拳が売れよう気がするのは俺だけかな。おっと、終わった。今日の売り上げは？
おい、最高記録クレイモアが響いたぞ。これしかももうすぐ5万だったやん。売り上げすごいね。次の日のあのダメージの与えた状況のやつでさ、クレイモア誰が勝ったかって、どんな名前の人が勝ったかって見てみよう。それだけは見てみたいな。おいおい、ミスターババア、あれとうとう掃除レベルが上がらんようになってしまった。いや、経験値はもらえとんだろうけど、いちいちの経験値だけじゃ上がらんのか。レベル15には上がらんかったんだ。あと6回。これ1回につき何ぼってんがあるんじゃ、これ。じゃあ経験、あれじゃ、掃除すればするほど経験値溜まるけんさ、1回の掃除が命取りになるときあるんじゃな。マジで。ミスターババア、それは大丈夫。ワックスがけはいいや。お前には頼らんし。もうお前には頼らんし。依頼させてくれんしな。あれ、ちょっと待って。この二人の隣にこいつおったっけっていうんか、おったっけ。俺の記憶力が曖昧なだけやけど。おったわ。そうじゃ、ナイトソード取引してくるやつじゃ。ウーツコか。で、ナイトソード一本足らんわ。ウーツコ足らんようになってきたけん、欲しいか。欲しいな。こいつ取引な。もう、こいつ相手には話にならんもんな。じゃあ、次の日、ナイトソード3本残して、残しといて、こいつと、ウーツコをダマスカス港に行こうか。取引しといた方がいいな、これ。増築 OK で、コンサルティング。いけそうやな。お金の問題はいけそうじゃ。5万は次の日に返さなあかんけど、それでも、コンサルティングする余裕。いっちゃうか、2段階目。2段階目いっちゃうわ。頼むわ、お客様ゴッド伝説を作り上げたいわ、俺。で、トレンドはいつも通りやけど、買うわけ。あれ？ロングソードと、鋼の槍下がってない。10回始まって9に落ちたと思ったら、今度は8に落ちとんねん。え、なにそれ？どういういきさつがあったん？武器が売れんような時代になったん？それ困る。サラマンドソード伸びてきた。なんかここでサラマンドソード伸びてきたんやけど。サラマンドソードあんなに売れんかったのに。フリーズブレード下がって、今度は雷鳴剣。フリーズブレード裏用にしよう。クレイモアが一つになってしまったでないか。次の日、クレイモアは一本売れていい方ぐらいの感じになってしまったかな。今日の感じじゃ、次の日も2、3本作っとけばいいかなぐらいの感じで思ったけど、そうでもないかもしれんな。わからん。で、火炎層ですか。火炎層の人気が上がったな。俺が火炎層の人気に火つけたかもしれんな。だとしたら嬉しい。不謹慎なことばっか言ってるこいつら。平和だなこいつら。もしかしてこいつら喋るんじゃない？ん？明日待たずに今日返したい？では利息込みで4万2000円です。あ、今日のうちに返せるんだよこれ。今日のうちに返したろ。もう明日まで待つ必要なくなった感があるけんね。これで3万まで押したけど、これで十分だろう。千と千尋はいいや、もう。あ、そうだ、鉱材買っとかな。この感じだったらナイトソードそんなに売れんのか。ウーツコードトレードしたいし。雷鳴剣で、サラマンドソード結構あるんだよ。サンダー席があるんだったらもうこれでいいだろう。とりあえず鉱材をポンポン買っておいて、明日の状況を見て石の調達を追加をすると、それくらいですよ。クレイモア作りたいけど、多分素材不足で作れんだろう。
まずナイトソードがそんなに作れんけんね。でも3本フルに作ってしまうかな。でナイトソードがそれでも5本しかないわけですよ。3本残したなあかんってことを考えたら2本しか売れん。それでもすごいきっちきついなのにクレイモアに帰って帰っちゃえ帰っちゃえ、打つ子がないんだようーん、これ厳しいわ。サラマンドソードを1本だけ増やしとくか。9本あればいけるだろう。フリーズブレードは今日お休みな。で雷鳴剣を増やす。こっちも9本でいこう。バスタードソードが減っております。バスタードソード調達で9本になります。ってあれ、ああロングソードがなくなったけんやな。ロングソードはバカに買っといていいやつやけんなバカに買っておけばいい。その上でバスタードソードも追加でちょっと14本ぐらいにしておけばいい。でこっちだ、火炎草か。火炎草も案外売れるってことが分かったけん作ります。うずこいるんこいつ、うずこいるんかよこいつ。おいそれな聞いてねえよベイビー。うずこクレイマーとナイトソードで手いっぱいなので火炎草の分も作れるかっつう話よ。しゃあない。うわ素材不足っていうのが顕著に出てきた気がするぞ。この辺とすっごいやつ作る余裕なんかあるわけないだろビッグチャンスタイム。もしかしたら秘伝の巻物まだあるかもしれません。探してみろ、探してみよう。秘伝の巻き物、巻き小物ってなんなん。猫が邪魔してくる。この猫の動きからしてさ、どっかにあるとかいうのがあったりしてんのかな。秘伝の巻物どっかない。まああったところで作れんと思うよな、レア度の高いもんなんかどっかにウーツコがあったみたいな、ウーツコがあったとか先祖が残してくれたウーツコがあったみたいな、ないかなないかそんなまあいいや。というわけで今回はこの辺で、どうにかしてウーツコが欲しい。というわけで明日はあれなんだよ、ナイトソードそんなに売れないからちょっと落ちるんですけど、まあ頑張ってみます。というわけで今回はこの辺で、See you again!